ディップ・バン・ウィンクルの花嫁は、岩井俊二による日本の小説、文芸春秋より出版された。物語は、映画で主演を務めた、黒木春人2012年に、CM のオーディションで出会ったのをきっかけに、彼女をイメージして執筆された。また、同じく、岩井俊二脚本、監督による同名の映画が2016年3月26日に、公開された。 派遣教師の皆川七海は、教師という仕事が好きではありながらも、情熱を持てずに働いていた。ある日、彼女は SNS で出会った、鶴岡哲也と結婚することになる。それはインターネットで物を買うようにあまりにもあっさりとしたことだった。結婚式をすることになった七海と哲也。しかし友人が多い哲也に比べ、七海には、結婚式に出席してくれる親戚も友人も、 少なかった。徹也に、見栄えがしないから、どうにかしてほしいと頼まれた七回。困った挙句、何でも屋のアムロコーマスに代理出席を依頼した。無事に結婚式が終わったと思った矢先、徹也の浮気が発覚した。続けて七回も、徹也の母であるかやこから浮気の罪を被せられてしまい、家から追い出され、ついには、徹也と離婚する。家と夫を同時に失い、 窮地に立たされた七海に何でもやのアムロは奇妙なバイトを提案する。最初は結婚式の代理出席であった。そこで里中誠次郎という女性と出会う。次に依頼されたバイトはオーナーが不在の間住み込みで屋敷を管理するメイドであった。報酬100万円という額に困惑しながらも七海はこの仕事を受けることにする。屋敷に向かうと そこにはすでに結婚式の代理出席ワイトで知り合った真次郎が住み込んでいた。真っ白は7回と異なり自由で破天荒な性格であったが、そんな彼女に7回は好感を持っていく。そして二人の奇妙な生活が始まった。映画作品が2016年3月26日公開。脚本、監督は岩井俊二。黒木春の単独初主演作品。 配給は東映。ありがとうございます。